スーパー留意をご覧の皆さん、こんにちは。 NMB48 です。ずっとあの日本国内でのイベント、握手会とかでも中国から来てくださったファンの方が中国でもライブをしてくださいっていう風に言ってくださっていて、私たちもその気持ちに応えたいなと思ってたので、すごく叶って私たちもすごく嬉しいです。はい、中国のファンの皆さんは日本語をすごく勉強してくれたりするのが本当に嬉しいので、今回私たちも中国のことをたくさん勉強して、たくさん魅力を知れたらいいなと思います。広州で食べて印象に残ったのがチャーシャオバオっていう肉まんみたいなのなんですけど、めちゃくちゃ美味しくてもう何個でも食べれました。で、上海は小籠包が食べたいです。まだ食べてないのでそれが楽しみです。はい、私は麻婆豆腐がすごく美味しかったです。辛いものがもともと好きなんですけど、日本で食べるものより結構刺激的ですごく美味しかったです。まだ買ってはないんですけど、上海ディズニーがすごく有名で、私たちがすごくディズニーランドが大好きなので、なんか上海ディズニー限定のグッズもたくさんあるみたいなので、今回は行けないんですけど、でも空港にディズニーショップがあるみたいなので、ちょっと必要って、ぜひ爆買いを500円のパケットマネージャーなんて私は NMB48 って71人のメンバーがいて、そのみんなに買うのはちょっと予算が足りないのでなので私が美味しいものをたくさん食べて、その楽しかった笑顔をみんなにお土産にしたいなって、一人ずつに私の笑顔をお土産したいなって思ってます。もちろんやりたいなと思ってます。 NMB48 で来させていただいた地域はもちろん、その他も自分のソロライブでもぜひ来て皆さんに会いに行きたいなと思ってます。カンフー映画大好きなのでジャッキー・チェンさんとかジェット・リーさんとかすごいかっこいいので、それはぜひ機会があればやりたいので、ちょっと鍛えておきます。そうですね、でも NMB48 のメンバー全体的にすごい女の子が多くて、ホームでコンサートしてて、ホームの方も女の子がすごい多いので、コンサートの時とかも女性専用エリアとかがあったりとするので、各メンバーの毎日メイク、私の YouTube でいいな、全然公開したいなって思うんですけど、ちょっと編集が大変なので、みんな編集を見つけてくれてほしいと思います。そうですね、この質問があってすごいちょっと気まずいんですけれども、私は結構メンバーとかファンの皆さんから変って言われることがすごい多くて、そんな私がちょっと先輩のはと思うんですけれど、自分の実力をつけてメンバーからもファンの皆さんからも認められる存在になれたらなと思っています。でもショートを部屋にしてからこう好きになってくださった方とかが結構たくさんいらっしゃるのと、やっぱりショートヘアの方が自分らしくてすごく落ち着くので、 NMB48 を卒業するまでは一生短いような気がします。私は動いたり、そのなんかスポーツが好きなので、スノボーでカーフもいいですね、カーフとかそのスノボーで滑ってるショットだったり、サーフィン、夏の海で滑ってるショットだったりそういう方がかっこいい姿を見せるような写真をしてみたいです。私は家で少女役だったんですが、いつもはなんか結構真面目なキャラって言われるんですけど、普段絶対私がしないような夜遊びに行ったりとか、友達とカラオケに行ったりっていう風な
ことを経験できたのはすごい新鮮ですし、このドラマでしか見れない私をぜひ見ていただける機会だなと思うので、また皆さんぜひ見てみてください。私は家族の中で一緒に来るファンの皆さんに、メンバーの皆さんにたくさん可愛がっていただいて、私自身も皆さんの妹になりたいと言ってるんですけど、来年でも18歳になるので、それから今の姿勢になるように頑張りたいなと思います。すごいたくさんの反響もあって、すごいやりがいが本当に毎日あって、辛いのが残っているんですけど、番組が終わってからもすごく熱心に世界中の方が応援してくださっていて、それがすごく嬉しいなって思います。なのでまた日本でみんなで頑張って世界中でツアーができるようになっていきます。中国で演劇を始めてくださって皆さんありがとうございます。今回中国の皆さんに直接私たちの方から会いに来ることができてすごく嬉しかったですし、皆さんの笑顔がたくさん見られて、私たちの一言一言にすごくリアクションを取って喜んでくださっている皆さんの姿が本当に私たちのこれからを頑張る力になりました。なのでそれをもっともっと力に変えて、皆さんに年齢40を好きになってもらえるように、これからもメンバー一同頑張っていきますので、どうぞ年齢40をこれからもずっと応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。